どうもボンです。こんにちは。さあ、久しぶりの休日バイク乗っております。でですね、実は、先日、大型自動二輪の教習終わりまして、無事免許の書き換え、喋れてないな、免許の書き換えが終わりました。イエーイ。はい、ということでですね、多分この動画見てる人気づいてると思うんですけど、あ、バイク違くねっていうね。はい、実は大型バイクの免許取得と同時に、大型バイク購入いたしました。はい、多分分かる人はこのメーター周り見て分かるんじゃないかな。うん、はい、ということで今日はですね、祝大型自動二輪デビューということで、今回購入したバイクですね、ちょっと軽く紹介していきたいと思います。はい、それではですね、先ほどお話ししました、購入したバイクの紹介の方に移りたいと思います。はっきり言って一目惚れで買いました。で、そのバイクがこちらでーす。はい、川崎の ZRX1200 ダイグですね。これまあ知ってる方多いと思うんですけども、ZRX シリーズ最後のバイクになりますと。で、僕が買ったのが2016年式、まあ最後の年式ですかね、ファイナルエディションではないんですけど、そのファイナルエディションが出る前に販売されてた、ZRX になります。うん。で、これまあ正直さっきも言いましたように一目惚れ、で、バイク屋さんに行った時に、買っちゃいまして、もう他のね、バイクも見てたんですよ。CB の1300とか、Z の 900RS とか見てたんですけど、まあ、たまたまこれが置いてあってですね、買っちゃいましたね。はい。はい。まあね、ドノーマルっていうことで、しかもワンオーナー。うん。まあ、それがまあ、ほとんど決め手だったんですけど、基本何もいじられてないので、まあ安心かなっていうところと、ワンオーナーっていうところで、まあ、その買ったお店で、そのオーナーさんもメンテナンスとかしてて、履歴がわかる状態だったんで、まあ、こいつにしました。で、まあ皆さんね、気になる購入価格っていうところで、金額なんですけども、車両本体が154万円。そっからもろもろ、まあ保険とかもね、そのバイク屋さんでお願いして、まあ整備とか入れて、188万。いや、使いすぎやね。ね、去年もレブロでね、90何万使って、こいつでまた188万。もうびっくりですね。もうないです、お金。まあもうね、最後のね、贅沢っていうことで、で、まあ、こいつはね、長くね、大事に乗っていきたいと思います。
はい、ということでね、今回はね、購入した大型バイクの紹介、ZRX1200 ダイグということです。で、今後ですね、前回、まあ購入して乗ってきてるレベル250と、この ZRX1200 ダイグ、まあ二刀流っていう形になるんですけども、乗る、なんだ、ツーリングとかね、出かけるシチュエーションで、バイクをね、変えていこうかっていうふうに思ってますんで、まあ、その時々動画のね、出てくるバイクは違うと思うんですけども、それは皆さんちょっとご了承お願いしたいと思います。まあ、ただ、当面、僕自身がこのバイクになれないといけないんで、この1200ね、ZRX1200 ダイグの方をメインに乗っていくと思うんですけど、まあ、そちらの方もね、皆さん期待してみていただけたらなと思います。で、さっきも言ったように、ほとんどノーマルなんで、カスタムとかね、できたら、そこら辺も、皆さんにね、ご紹介できたらなっていうふうに思ってますんで、またそちらもまた期待しておいてください。はい。いや、かっこよくないですか、これ。はい。じゃあね、短い動画になるんですけども、今日は、購入した大型バイクのご紹介ということでした。はい。じゃあね、また次回、とりあえず多分、初っ端乗った感想、インプレッションっていうのをまた撮ると思うんで、次回の動画も楽しみにしておいてください。はい。じゃあ今日はここら辺で終わりたいと思います。じゃあねー。